南アフリカケープタウン、この沖合で遠洋漁業の途中、漁船の網に人魚がかかってしまった驚愕の画像です。漁網を引き上げているシーンですが、なぜかいつもより重いのか数人がかりで網を引き上げている様子です。なんと漁網を引き上げると、そこには猛獣のようなものが暴れています。一体何が釣れたんだ？凶暴なのか？大変だぞ。気をつけろと男たちは叫んでいます。そしてよく見ると、網から攻撃性が非常に高い半魚人が必死に逃れようとしていて、乗組員たちを掴もうとしている様子が映っています。この謎の半魚人のようなものが映っているシーンはとても短いのですが、その決定的瞬間の画像を確認してみましょう。なんと漁網の中から半魚人のような手がにゅるっと突き出しています。4本の指には水かきがついているのが確認できます。こちらの画像は見やすくなるように画質を調整した写真です。水かきのある生き物かもしれないという見方もありますが、漁網の中に入っている生き物は人間のような姿をしていたようです。映像を見る限り、やはり半魚人か、いわゆる人魚のようでした。もし本物の人魚だとしたら、世紀の大スクープ映像になるのですが、当然疑問点もあります。まず、なぜその時だけカメラで撮っていたかです。漁師にとっては、漁網を引き上げるのは日常的な作業ですので、たまたまこの時だけカメラを回していたのだとしたら、やはり不自然な気がします。もう一つは、この手の映像の常として、その後の情報が不明確であるということです。人魚は一度漁網にかかると、簡単に逃げられるのでしょうか。怖くて逃がしてしまったとしても、なぜその瞬間をビデオに撮らなかったのか、ちょっと不可解です。最近では、高度な映像加工を駆使して、フェイク画像を作るプロ集団もいますね。その画像が拡散されることで、元の画像がわからなくなり、根元がわからなくなることもあります。しかし今のところ私が調べた限りではフェイクであるという情報はありませんでした。この映像に登場する半魚人の正体は謎のままです。本当の人魚だったのかもしれませんね。オーストラリア北東岸に広がる世界最大の珊瑚礁地帯、グレートバリアリーフで YouTube チャンネルマージナルメディアによって2007年と2009年に投稿された動画のキャプチャーです。本物か偽物かは議論が分かれるところになっています。なぜならば人魚のような生き物が尾びれをなびかせて水中を優雅に泳いでいる映像だからです。背びれの形や生き物の体つきがアンデルセン童話の人魚姫を連想させる非常に幻想的な雰囲気を醸し出しているからです。エイか何かのものにも見えますが腕らしきものも見えます。これは一体何なんでしょうか。人魚のふりをした人間が泳いでいるだけでしょうか。それとも本当の人魚が映っているのでしょうか。マージナルメディアによるとグレートバリアリーフで買ったばかりの水中カメラを試しているときに背後に何かを感じたといいます。撮影後映像を確認したところ人魚のようなものが映っていて偶然に撮影できた映像のようです。編集や加工はしておらず偽物ではなく本物の人魚だというのですが、果たしてその真相は本当でしょうか。海外のネットユーザーからは人魚の衣装を着た人が泳いでいるだけとか人魚の存在を証明するものではないなど懐疑的な意見もありますが、一方で本物という声もあるのも事実です。また仮に実在したとしても人間に狩られて虐待されるかお金の儲け口にされるかなので見つけてほしくないといった声もあります。この映像は現実かどうかはわかりませんが、海の中に人魚のお城があるかもしれないと想像するのは悪いことではなく、むしろ楽しいことです。人間に見つからない方がいいのかもしれないですね。こちらの画像は日本のテレビ番組でも何度か紹介されている驚きの半魚人の映像です。はっきりとその姿が捉えられていて、こんな怪物が現実にいるのかと多くの方が驚かれたことでしょう。結局番組内では正体がわからないまま終わっていましたので、詳しく調べてみることにしました。これは2013年3月、海底調査のためグリーンランド近海の海底600メートルで撮影された映像だったのです。海洋学者トルステン・シュミットの研究チームは小型潜水艦で海底を調査していた時、半魚人が突如現れ、その姿を撮影されたのです。背後の奇妙な異音に気づき、男が振り向くと、なんとそこには一瞬水かきのついた手が窓に張り付いていました。まるで潜水艦の侵入に起こり威嚇しているかのようです。
その姿も一瞬だけ映し出されています。とても不気味な風貌をしていますね。顔はグレー型のエイリアンのようです。それにしてもこんな半魚人が水深600メートルで生きていけるでしょうか。冷静に考えてみれば人間と同じような体つきをしていて、その素肌は深海の水圧に耐えられそうにないと思います。この映像はかなり衝撃的な映像で世界中で話題になりました。半魚人が現れたのは潜水艦が海底を調査している時からです。素人が撮った映像ではありません。海洋学者の研究チームが撮影したものですから、かなり信憑性が高いのだろうと思いました。しかし、さらに調べてみると、残念ながらこの映像は、アニマルプラネットという曲で放送された番組の一部であることが判明しました。要するに、フェイク映像でした。かなりの信憑性と期待が大きかっただけに、え、嘘をがっかりという感じでしたね。フィクションでありながら、あたかも現実のドキュメンタリーのように撮影されたモキュメンタリーというジャンルなのだそうです。最初から騙すつもりの悪質な捏造映像とは違うのですが、インターネット上で拡散されるうちに、あたかも本物の画像のように誤解されて扱われてしまったようです。私も最初は騙されたので少し残念に思っています。しかし、フェイク映像が見つかったからといって、他のすべてのウーマ映像が否定されるわけではありません。これからもそういった考えで見ていきたいと思っています。2013年5月、イスラエル北部キリヤットヤムのビーチで、アメリカ人観光客が偶然撮影したとされるリアルな人魚のキャプチャーです。岩の上に人魚のような生き物を発見し、カメラを向けた男性グループ。人魚の伝説は古くからありますが、人魚はジゴンの見間違いというのが現在の通説です。しかし、この映像を見ると明らかにジゴンではないことがわかります。これまで撮影された人魚映像の中で最もリアルな映像の一つと言えるでしょう。本当に本物の人魚を撮影したのでしょうか。人魚の姿を画像で確認してみます。映像を見ると海がかなり荒れていることがわかります。高い崖の上から撮影されており、とても人間が降りられるような場所ではありません。人魚は大きな尾びれを広げて岩の上で体を休めていたのでしょうか。色は黒で一見するとアザラシのようにも見えますが、それにしては体が長すぎます。人魚は崖の上の人間の存在に気づいたのか、くるりと振り返ります。その動きは不自然なほどリアルで、振り向くと白い顔と胸が見えます。人魚は慌てて海に飛び込み逃げていきました。その際尾びれがはっきり見えました。また、腕が2本あることもわかります。その腕で人魚は岩を這い、海の中に消えていきました。あまりにリアルな画像に、これは本物の人魚の映像なのかと期待する一方で、人間が人魚の被り物をつけているのではないかという疑念も持ちますね。しかし、人魚の動きは荒れた海や波の中に消えてしまいそうなほど強烈です。生身の人間が荒う海に飛び込み、波の中に消えてしまうことなどあり得るでしょうか。人魚が海に飛び込んでからしばらく経っても何も浮かんできません。人魚は海の中に消えていったと考えるしか思えません。映像の中にはその様子を一緒に見ていた男性も映っています。彼の服装からして気温が低いことがわかります。水中の水はとても冷たいようです。人魚のフェイクビデオを作ろうと思ったら、もっと撮影しやすい場所を選ぶのではないでしょうか。そう考えると単純に人魚のコスプレをしただけのフェイク映像とは言い切れないとも言えます。そこでこのイスラエルの人魚映像の出所をたどっていくと、またもや2013年5月にアニマルプラネットで人魚伝説新たな真実という番組で放送されたものであるということが判明しました。この衝撃的な番組の内容は、伝説の人魚が存在することを証拠映像とともに証明するというものでした。人魚の存在を証明する可能性のある映像として、このイスラエルの人魚の映像です。結論から言いますと、ドキュメンタリーを装って作られたものであり、これもいわゆるフェイクドキュメンタリーだったのです。私は、またフェイク映像だったの?と唖然としましたが、これが事実のようです。問題の映像はアメリカ人観光客が偶然撮影した人魚の映像とされていたのですが、実は映像に登場するアメリカ人男性客は俳優さんだったのです。アフリカのケニアで人魚のような生き物が浜辺に打ち上げられているのが発見されました。特に人魚の映像が撮影されたとされるアフリカは今でも魔女が存在し、占い師も多い地域です。もちろん人魚の存在を信じる人もいます。今回撮影された人魚本当に実在するのでしょうか?ここではこのニュースについて詳しく紹介していきます。
こうして見ますとかなりリアルな画像になっていますね。人魚のような姿をした存在が打ち上げられ、多くの人に囲まれています。この人魚の動画がネットでシェアされ、瞬く間に本物の人魚として話題となりました。確かに本物の人魚のように見えるのですが、動画を見た人からはこの人魚は本物の人魚ではないという声も聞かれ、人間が魚に襲われている、子供が大きな魚に食べられているように見えるという見方もありました。この謎の生物は一体何なんでしょうか？この人魚のような謎の生物について、ケニア警察と南アフリカのミューゼンバーグ警察は、子供たちが魚に襲われたという報告も、人魚が浜辺に打ち上げられたという報告もなかったということから、これは偽物であると判断し、その後映像が合成であることが正式に判明されました。子供と人魚、そして本物の魚をデジタル処理したものであることが判明したのです。映像をよく見ますと、人魚の指の一本が消えているように見え、不自然であることが伺えます。また砂の質感も少し違和感がありますね。この映像はアフリカで話題になりましたが、警察が動画が偽物であることを認めたため、それ以上噂が広がることはありませんでした。本物の人魚として話題になったにもかかわらず、偽物だったことでがっかりした気分になった人は少なくなかったようです。突然ですが、スターバックスのロゴのデザインって、あれ人魚みたいってご存知でした？初期の1971年スタバのロゴデザインを見てみます。これが1号店のロゴデザインです。なんか怖い感じしませんか？後で説明しますが、何やらハンガーチックのデザインになっています。ロゴの中央に描かれている女性モデルは女神のようですが、実はギリシャ神話に登場する人魚です。この人魚は日本の王を持ち、美しい歌声で船乗りを魅了したと言われています。この人魚をロゴデザインに取り入れたのは、スターバックスの創業メンバーの人がコーヒーのルーツ、航海の歴史、シアトルの港などを探していたところ、ノルウェーの木版画に描かれた人魚を見つけ、ロゴデザインに取り入れたことがきっかけと言われています。以来スターバックスの人魚は全てのロゴデザインに描かれています。これは1987年に変更されたスターバックスのロゴです。かなり存在感のあるデザインに変更されています。鱗が波の表現に重なり、より海を連想させるイメージに変化しています。またスターバックスのテーマカラーであるグリーンが登場しています。次は1992年に変更されたスターバックスのロゴデザインです。個人的にはこれをとても親しみやすいデザインのように感じます。2011年に変更されたスターバックスロゴです。スターバックスの文字が消え、人魚がさらに大きく描かれています。人魚と緑を見ただけで誰もがスターバックスだとわかるほど、スターバックスコーヒーが有名になったからこそ、よりシンプルなデザインに変更したのかもしれませんね。海に囲まれた日本にも人魚伝説があります。日本で最も古い記録は推古天皇の時代、612年に人魚を捕らえ天皇に献上したことに始まります。日本の人魚の姿は西洋の美しい人魚の上半身を持つ生き物とは大きく異なるものです。西洋のイメージに影響される前の日本の人魚は、外見も行動も西洋のものとは正反対でした。日本の人魚は髪の毛が生えた完全な人間の頭部を持つことが多く、この姿は美しい女性というよりも猿と魚が混じり合ったような野蛮な怪物とさえ言われ、グロテスクな内容のものでした。人魚の中には鱗とねじれた爪でかろうじて人間に見える腕を持っているものもいます。また腕が全くない人魚もいます。多くの伝説では人魚は魚の体だけで鋭い歯が並ぶ人間のような頭部を持ち、人間の胴体は持っていません。頭部がいびつで、そこから角や牙が生えているとされるケースもあります。また違うケースの人魚もあるようです。より人間に近い日本の人魚は滑らかで白い肌を持ち、ヒバリのような声を出すと言われているものもあったそうです。また真珠の涙を流すとか、その肉を食べると不老不死になるとか、様々な神話的特徴を持っています。日本の多くの神話的動物と同様に、人魚も姿を変えるという伝説があったのです。例えば1870年代に北海道の納沙布岬の灯台森たちは、人魚が危険なクラゲに変身すると信じていました。この人魚は浜辺で美しい着物を着た女性に変装して、
男性を誘惑し、海に引きずり込むと巨大なクラゲに変身して殺してしまうというのです。古来、日本における人魚は創造の産物や船乗りの物語ではなく、海の現実であったようです。16世紀から19世紀にかけては、人魚は特に不思議な存在ではなく、漁師たちの日常生活に溶け込んでいたようでした。1929年、高知県宿毛市の漁師が人間の頭を持つ魚のような生き物を捕らえたのですが、網を破って逃げてしまったそうです。第二次世界大戦中は日本の領海、特に沖縄の暖かい海で多く目撃例が報告されています。日本海軍が人魚を射殺した記録もあります。また1610年には西洋の冒険家たちが日本の海域で人魚を目撃しています。イギリスの船長が港の桟橋の近くで海ではしゃぐ人魚が近づいてきたと報告しました。人魚は魚の体に女性の頭を持ち、立派な背びれが体の上下に伸びていたということです。その他、西洋の貿易庁の日誌には様々な人魚の目撃談が記録されています。また目撃談だけでなく、特に1700年から1800年代にかけて人魚を捕まえたという話も数多く残っています。多くの場合、人魚は言葉を話すことができ、人間を騙そうとしたり逃がしてくれと懇願したと伝えられています。18世紀から19世紀にかけて流行した見せ物小屋では、捕らえられた人魚が展示されることもありました。見せ物小屋とは、日常生活では見ることのできない品芸や動物、人物などを展示する工業のことで、人魚のような珍しい動物はその目玉の一つであったのです。見せ物小屋で見せられる人魚は一般に死体の保存標本であり、標本を一目見ようと多くの人が集まってきました。この人魚が本物かどうかは定かではありませんが、見せ物小屋には大きく分けて次の2種類があります。一つは生きたまま捕獲した生人魚、もう一つは乾燥させたミイラ人魚を見せるというものだったのです。1805年に書かれた花もみじ二人暗行によると、見せ物小屋で舞台に水舟を設置して生きて動いている人魚を見せたそうです。人魚の見せ物が人気を集めると多額の資金が流出するようになり、模造品で儲けようとする人も現れました。人魚の模造品の多くは漁師が作ったもので、猿の上半身と魚の下半身を組み合わせ、動物の毛や皮で覆い、一見人魚と見えるようにしていたのです。それがまた儲かったようです。欧米では人魚の模造品がどんどん出回るようになったそうです。日本の人魚の模造品は瞬く間に海外で評判になり、このような奇妙な標本が日常的に作られていたことを示す証拠が多く残されています。これが子供騙しと思ったら大間違いです。1863年、アメリカ・ジャーナル・オブ・サイエンス・アンド・アーツ誌は、その卓越した職人技を次のように表現しています。日本人には訓練を受けた博物学者ですら、騙せるほど自然かつ綿密に人工の継ぎはぎを作る、驚くべき知識があると考えるべきだと語っています。以上、各地にある謎の人魚の正体をご紹介しました。皆さんいかが思われたでしょうか？結局、人魚像は偽物であったことが判明したり、目撃情報もフェイクが多かったりとしたのは残念ですが、やはり神秘的で素晴らしい伝説の生き物であることに変わりはありません。人魚の存在は昔から語り継がれており、人魚に対してロマンを感じる人が多いことが伺えます。もしかしたらこれからも人魚の目撃情報が増えるかもしれませんね。本日は以上となります。本日ご紹介したこれらの画像を見つけた元の動画の URL を説明欄に貼っておきます。最後までご視聴ありがとうございました。